エルザッツもなる非急戦艦も予測されたことから、最終的に、三35センチメートル砲を搭載する、ちょうど急戦艦としての計画に変更された。3隻の建造が議会で承認され、1隻あたり82から83万、クローネで、STT 諸参丸小造船所に発注されたが、第一次世界大戦の勃発により、全艦とも建造はキャンセルされ、飛行に至らなかった。 オーストリア・ハンガリー帝国海軍は、全球の手下と普及戦艦で手砲に三連装砲塔を採用し、艦前後に、背負い式に核2機を配置する形態とした。艦型が比較的コンパクトにまとまり、手砲の各方向への主攻門数確保の上で有利な配置で、あったが、発砲時の爆風の影響が強いことや、作動機構などの不利を抱えていたとされる。本級では、 その改善のためこの配置を取らず、大戦前のドイツ戦艦に類似する手砲配置容量への転換を図っていたとされる。排水量3万トン、35センチメートル手砲、8から10門、速力30キロトンという計画もあった。次の兵装の搭載を計画していたとされる。次のような機関部構成とする計画であったとされる。ありがとうございます。